こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではおしゃれ初心者の方が持つべき春のアイテムベスト5というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。ファッションアイテムには様々なものがあるんですね。その中でも定番的なものからトレンド的なものまであるわけなんですが、まず初心者のうちはいきなりトレンドのものをですね、買い揃えてもなかなかですね、使いこなすことが難しいかなと思うんですね。あくまで定番的なアイテム、ベーシックで使いやすいアイテムを揃えてから、その中に少しずつトレンド的なアイテムを混ぜ込むとバランスがいいかなと思うんですが、今回はですね、まず初心者の方が持つべき春アイテムをですね、5点持ってきてみたので、こちらを見ながらですね、ぜひ皆さんには春のお洋服を買い揃えていただければなというふうに思っています。どのアイテムに関しても基本はベーシックなんですが、ベーシックといってもですね、その時々のトレンドというのがほんの少しだけ感じられるものが多いので、ぜひ皆さんにはですね、これは持ってるから買い替えなくていいかなというのではなくて、数年おきにですね、定番アイテムを刷新することが大事かなと思うので、ぜひ今回の動画を最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少しですね、コアなファッションの情報ですとか、ファッションだけではなくて、インテリアだとか、ライフスタイル全般までいろいろとお話をしているですね、僕のもう一つ運営している YouTube のメンバーシップ動画というものがあるんですが、そちらも気になる方はですね、こちらの動画の下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから解説をしたいなというふうに思っています。一つ目は僕が今着ているようなストライプのシャツですね。こういったものは春に一着あるとものすごく便利かなと思っています。トップスには様々なバリエーションがあるんですが、1枚で着てある程度大人っぽく見えて小綺麗に見えるものといったら、やっぱりシャツというアイテムは欠かせないのかなというふうに思っています。今僕が着てるのはストライプ柄なんですが、シャツにもいろんな選択肢があって、例えばオーソドックスなところで言うと白のボタンダウンシャツだとか、あとは淡いブルーのシャツなんかがあるんですが、こういったものはシンプルでいいんですけども、意外とですね、ビジネスライクな雰囲気が漂いやすいので、1枚で着るのであれば意外とこのようなストライプのシャツが僕が使い勝手がいいのかなというふうに思っています。僕が今着ているのは今季買いましたチャオパニックティピーのですね、ストライプシャツなんですが、こちらはですね、ストライプの雰囲気がすごく良くて個人的にも気に入っています。最近のシャツというのはトレンドのややゆったりめのものになっているものが多くて、今僕が着ているチャオパニックティピーのシャツに関しても S サイズなんですが、やはり身幅はですね、ちょっとゆったりめですね。かといって着丈はそんなに長すぎないので、同じくですね、カジュアルシャツの中ではプラス J のものが僕は好きで、今季は何枚か買ったんですけども、そういったものに比べると着丈の感じだとか身幅はですね、ちょっとベーシック寄りかなと思っています。ですので、あんまり癖が強くないストライプシャツとしては、このチャオパニックティピーのシャツは結構おすすめなんじゃないかなというふうに思っています。着方としては僕はあえてですね、全部ボタンを閉めることが多いんですね。このような着方はここ2、3年ぐらいはですね、トレンド的になっていまして、第2ボタンまで開けてセクシーに着るような着こなしよりはちょっと小綺麗な感じで着る方がですね、今っぽい雰囲気がするかなというふうに思っています。ボトムスに関しては様々なものが合いやすいので、もちろんブルージーンズですとかブラックジーンズですとか、そういったもので合わせてもいいですし、今の僕のようにちょっとワイドシルエット系のボトムスにもあったりするので、様々な着こなしが想定できるかなと思うので、まずベーシックで使いやすいトップスとしてこのようなストライプシャツは一つあると便利なのかなというふうに思っています。こちらのシャツに関しては下の説明欄にですね、リンクを貼っておきますので、そちらの方もよかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これは大人の男性であればマストで持っておくべきアイテムなのかなというふうに思っています。今僕が上に着てですね、ネイビーのジャケットですね。これはですね、多くの男性が持ってるかなと思うんですが、決してですね、トレンド的なアイテムではないんですけども、一着アウトすごく便利なのかなと思っています。今はですね、先ほどご紹介したストライプのシャツを外出しをしてきて、その上にネイビージャケットを着てるわけなんですが、このようにネイビージャケットはですね、少し着崩した方がバランスがいいかなというふうに思っています。もうちょっと定番的なスタイルだと、内側にはですね、無地の丸首の T シャツを合わせて、そしてネイビージャケットを羽織るというスタイル。これはですね、結構大人の男性にとっては鉄板なので、ぜひですね、皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。そして今回のようにですね、ちょっと変則的なジャケットのスタイルも個人的には好きなんですね。
中にこういったストライプシャツを着て、少しですね、アクセント要素を加えながら、外側にこういったネイビージャケットを着て、ボトムスに関しては、これもですね、スラックスを合わせるのもいいかなと思いますし、ブラックジーンズからブルージーンズまで、様々なスタイルが合わせやすいので、やっぱりですね、ネイビージャケットはいざという時にあると便利なアイテムなのかなと思っています。なかなかですね、お子さんと遊ぶ時には、こういったネイビージャケットを着ることはないかなと思うんですが、ちょっと気の利いたレストランに食事に行くときだとか、かしこまった場面っていうのはちょこちょこあったりするので、そういうときにはですね、こういったネイビージャケットがあるとすごく便利なのかなというふうに思っています。特にジャケットに関しては、様々な年齢の方に合いやすいんですよね。特に30代後半から40代以降の方には、シャツアウターのようなトレンド的なアイテムもいいんですが、襟付きのジャケットの方がよりですね、綺麗めに見えて似合いやすかったりするかなと思うので、ぜひですね、皆さんにはこういった原点になるようなアイテムも改めてチェックをしていただければなというふうに思っています。ちなみに僕はですね、こういったジャケットに関しては、ユニクロですとか GU でも買うことができますが、少し価格帯を上げて、例えばスーツカンパニーのような専門店で選んでみたり、あとはセレクトショップですね、グリーンレーベルだとかエディフィスで選ぶと、結構バランスがいいものが揃いやすいかなと思うので、そういったものをお勧めしたいなというふうに思っています。ぜひ皆さんこちらも頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、こちらはですね、今僕が着ているユニクロ U のですね、エアリズム T シャツ。これはですね、鉄板なので、ぜひ皆さんには春夏のアイテムとして揃えていただければなというふうに思っています。おそらくですね、去年の春夏で一番様々な YouTuber の方が紹介してたのが、こちらのエアリズム T シャツなのかなと思っています。まあさすがにですね、1枚で着て様になるようなコスパのいい T シャツというのは他には見当たらないかなというふうに思っています。僕が今着ているものはライトグレーという形で、ホワイトのようなパキッとした明るさではないんですが、ほんのりですね、グレー味がかかったですね、すごくいい色合いになっているかなというふうに思っています。まあよりベーシックなものが好きな方はホワイトでいいかなと思うんですが、こういった少しだけですね、変化球のある色もですね、選んでみると素敵かなというふうに思っています。で、大切なのはサイズ感なんですが、基本的にはですね、ご自身がよく着ているサイズで問題はないかなと思っています。まあ名前にあるように最初からですね、少しゆったりめになっているので、そのままでも問題はないんですが、もう少しだけトレンド感を強めたい場合はですね、あえてワンサイズ上げてみるのもいいかなと思っています。僕はですね、普段 S サイズを着ることが多いんですが、今回は M サイズを着ています。まあこれぐらいのゆったり感で着るのも、割と旬な雰囲気がしやすいかなと思いますし、割とですね、お腹がぽっこりしている方も、あえてワンサイズ上を選ぶことで、そういった体型を隠すこともできるので、すごくですね、便利なサイズ感かなというふうに思っています。こういった明るい色を選んでみるのもいいですし、他にはですね、こういったダークグレーのような濃い色を選んでもらうと、着こなしが引き締まるので、すごくいいかなと思っています。こちらは去年買ったものなんですが、僕が一番着たのは、こちらのダークグレーなんですね。今年も新しいものを新調したいなと思うんですが、これは一押しのカラーになっています。あとはですね、ちょっとトレンド感のある着こなしを実現したい場合はですね、まあこういったブラウン系もすごく使い勝手がいいかなと思っています。まあブラウンというと失敗するとですね、やぼったく見えやすいんですが、すごく上品な雰囲気のブラウンに仕上がっているので、僕ら世代が着ても結構バランスがいいので、ぜひこういったものはですね、何色か購入してみるのもいいかなというふうに思っています。まあ、着こなしとしては上にジャケットを着るのもいいかなと思いますし、この後ご紹介するあるアイテムを重ね着するのが鉄板かなと思うので、そちらも楽しみにしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、これはですね、今外側に着ていますカーディガンですね。こういったものも春夏に活躍する定番的なアイテムなので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなというふうに思っています。僕が着ているのは去年ですね、ユナイテッドアローズで購入したカーディガンなんですが、特徴的なのはですね、割と薄手で普通のカーディガンであればボタンがついてるんですけども、こちらはですね、ボタンレスになっているので、本当にサクッと羽織るだけのすごく使い勝手のいいカーディガンになっています。このようなものはですね、春先にめちゃくちゃ重宝するんですよね。まあ温度調節がしやすいというのが一番のメリットなんですが、まあ寒い時には袖をこうやって下ろしておけばいいですし、そしてちょっと暖かくなってきたなと思ったら腕をたくし上げて二の腕を見せてあげると体温調節もしやすいですし、もっと暑くなったらこちらを脱いでしまえばいいので、結構一枚あるとすごく使い勝手がいいアイテムなのかなというふうに思っています。
まあ、先ほどご紹介したユニクロ U のエアリズム T シャツの上に軽く羽織るというだけで簡単にスタイルができてしまうので、1枚あるとめちゃくちゃ便利かなというふうに思っています。で、カーディガンというのはベーシックなアイテムなので、持ってる方も多いかなと思うんですが、やはりですね、こういった定番的なアイテムも毎年少しずつ変化をしていまして、最近のものはですね、サイズ感としてはそんなにビタビタなタイトなものは多くなくて、少しゆったりめに作られているものもですね、増えてきているのかなというふうに思っています。そして先ほどもお伝えしましたが、ボタンがついてないような、本当にですね、簡易的な作りのものも増えているので、こういったものを買い揃えてもらうと、より今っぽいスタイルができるかなというふうに思っています。まあ、今回はですね、僕は T シャツを合わせていますが、先ほどご紹介したようなシャツとの相性も良かったりするので、様々なスタイルに使いやすいかなと思うので、ぜひですね、ベーシックで使いやすいカーディガンを、できればですね、こういった主役になるような外側に位置するアイテムは、セレクトショップのオリジナルがバランスがいいかなと思っています。僕が今着ているようなユナイテッドアローズですとか、あとはエディフィスですとか、あとはニットが強いのはトゥモローランドなので、こういったセレクトショップの中から大人っぽいカーディガンを一着揃えてもらうとすごく便利なのかなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、今僕が履いているようなスマートアンクルパンツと呼ばれるスラックス系のアイテムですね。これはですね、結構迷ったんですね。まあ、ボトムスにおいて定番的なものといったら、ブラックジーンズか、こういったスラックス系のアイテムなのかなというふうに思ってるんですが、まあ、ブラックジーンズもですね、結構定番的で、いろんな男性が持ってるかなと思いますし、様々な YouTuber の方がお勧めしてるかなと思うんですが、まあ、こういったものはですね、結構スタイルの良し悪しによって、似合う似合わないが分かれるようなアイテムなんですね。ですので、体型的にスリムな方であれば、結構細身のジーンズは合いやすいかなと思うんですが、ちょっとスタイルに自信がない方にはですね、こういったスマートアンクルパンツに代表されるような、イージースラックス系のアイテムが使い勝手がいいかなと思っています。まあ、このようなアイテムというのは、細身のジーンズに比べると、まず腿周りがゆったりしてるんですね。そしてお尻周りもゆとりがあるので、割と様々な体型の方もカバーしやすいんですね。そして特徴的なのは、膝から下に関してはテーパードと呼ばれていて、少し細身になってるんですね。そして長さもですね、名前にある通り、少し最初から短めになっていまして、履くとですね、ほんのりくるぶしが見えるようになってるんですね。今僕はスラキ風のソックスを履いているので、このくるぶしが見えることで、少し軽快で春夏らしい雰囲気がするかなと思うんですが、この空いたスペースには靴下を覗かせてあげるのもバランスがいいかなというふうに思っています。このようなスラックス系アイテムというのはですね、一本あると様々なスタイルに使いやすいんですね。例えば今僕が着ているようなシャツアウター系のアイテムにも合いますし、今日ご紹介させていただいたネイビージャケットですとか、カーディガンですとか、無地の T シャツ、そしてストライプのシャツとも相性がいいので、一本あればかなり便利かなというふうに思っています。まあ、スラックスというとなんか履き心地が悪そうなイメージがありますが、スマートアンクルパンツは、まあ、適度にゆとりがありつつもストレッチがガンガンに効いているので、僕はですね、むしろブラックジーンズよりもこっちの方が断然履きやすいかなというふうに思っています。ですので、一本だけで楽をして着こなしを楽しみたいという方には、このスマートアンクルパンツをですね、ユニフォーム代わりにするのが一番ベストかなと思うので、ぜひこちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではおしゃれ初心者の方が買い揃えるべき春服ベスト5というテーマでお届けさせていただきました。まあ、どのアイテムに関してもベーシックで使いやすいものも多いですし、まあ、基本的にはですね、ユニクロだとかグローバルワークだとか、あとはもうちょっと価格帯を上げるのであればセレクトショップですね、例えばアーバンリサーチだとかナノユニバースですとかグリーンレベルだとか、こういったセレクトショップなんかで全部買い揃えることができるので、ぜひですね、今回の動画を参考にしながら、まずはベーシックなアイテムをですね、買い揃えていただければなと思っています。もちろん今回の内容というのは初心者の方向けではあるんですが、中級者以降の方もこういったアイテムというのは着こなしの中ですごく重要な役割を果たしてくれるので、ぜひ改めて復習をしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。